おはようございます。フォルテです。はい、本日も始まりました。フォルテと一緒にハーモンを弾こう。イエーイ。そうです、皆さんちゃんとやってますか？1番から6番まで僕出したと思うんですけども、ちゃんとやってまっちょってな感じで、僕と一緒にハーモンを弾いていきましょう。はい、本日やっていくのが7、8、9、10、この4つやりましょうか。1、2、3、4、5、6、3つずつでしたね。7、8、9、3曲やりましょうか。さあ、まずおさらい、指番号はしっかりやりましょうでしたね。まあ指番号はね、手の大きさによってね、動かしやすさとか結構違うので、あなたに合った指番号でどうぞ。てなわけで、じゃあまずは7番、とりあえずリズムなしでまず普通に通してみましょう。どういうことかというと、いきなりリズム練習をする前に普通のテンポでやってみましょう。で、8番9番でちょっとリズム入れましょう。今日はそういう刺激でいきましょうか。せーの、3、はい。忘れずにと。はい、じゃあ早速8番に行ってみたいなと思いますよ。皆さん次、この時に注意することはデコボコならないことです。で、次やっていくリズム練習はせーの、3、はい。8番の譜点をやってもらったと思うんですけども、おさらい。これね、今僕は結構適当なリズムでやってしまいました。かたじけない。皆さんがお家で練習するときはどのようなリズムでやってほしいかというと、しっかりメトロノームをここに置いて、パンパンパン
バン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 。一定のリズムで弾ける練習をしてみましょう。ダメなれ。こうやって手首ダンスの人 NG です。こんな感じで弾かないでください。これ何ですかこの手。こんなこといらないです。そんなの関係ねえっていう感じのことはしないでください。こうやってね、こんな感じで動かないでね。こうやって不定になったらこういう子がいるんですよ。ロックンロールじゃないんですよ。しっかり頭の中で整理をして、しっかりとリズムに乗りながら考えて弾きまっちょ。くれぐれも頭を揺らさないでください。気をつけまっちょ。やらないこと。ティラノサウルスしてないから。うん。行きましょうか。はい、ラスト。ドミファミソファラスト。下り。これね、もともとが結構難しくなってくるから、これからは、イメージしましょう。この動き結構難しいんです。というわけで、この時にしっかり弾けるようにしましょう。でもくれぐれもこうやってウルトラマンビームはやめてくださいね。ストン、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 みたいな感じで。くれぐれも。ダメですよ。それでは、ゆっくりいきますか。このテンポでいきましょう。ドミファミソファラソセーノさん。はい。ドミファミソファラソ。口と指の意識を統合させることができます。なんか当たり前なこと言ってるじゃんみたいな、まあね、意識の問題なんですけども、口に出しながら歌うっていうのは悪いことじゃないです。しっかりとフレージングを感じながらピアノを弾いてるので、頭の中に歌があって、手の中にも歌があって、そこが一致すると、うん、美しいハーモニーって感じになるから、みんなも一緒に口に出しながら練習しましょう。で、口に出しながら練習すると弾けてないところがものすごくわかります。今日の動画は10分ぐらいだから、よく考えてごらん。ピアノ練習1時間やってたとしたら、10分だけ僕と一緒にしましょう。僕と一緒に
これからもハノンをやっていきまっちょ。過去に2本動画ハノン出してるから、それ見てない方はぜひそれも参考にしてみてください。お願いしまっちょ。なぜならば1番があってからこその8番みたいな感じだから、ちゃんと積み上げられたものが必要なんです。いきなり急にもう大きいものどうも取れません。塵も積もれば山となるっていう形だからね。しっかり皆さん過去の動画も見て、一緒にピアノを弾いてくださいね。ハノンだけで終わるなよ。練習した気になるなよ。それではバイバイ。見てくれてありがとうね。よければグッドも押してて、なんならチャンネル登録してね。ゴリマッチョ、ホスマッチョ、マッチョマッスルマッスルボーイ、マッチョ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 。